ルード先生、あ、そうそう、あの最初の頃にね、そんなどうでもいい話やめようみたいな感じで やめたどうでもいい話なんですけど、うんうん、好きな食べ物の話とかしますか？あ、そうだね。いよいよ、何好き？いよいよ曇ってきた。船長はね、揚げ物、ポテトとか、あ、うんうんうん、あとはお菓子とか、はいはいはい、ジャンクフードとかが好きですね。ジャンクはいいよね。なんか体に悪いものの方が美味しいよね、実際さ。なんか船長思うんですけど、これ宇宙人の策略の可能性があるなと、うん、は？ごめんごめんごめん、つい骨が冷たい。え、そんな、そんな、え、どうしたの？だから要するに、うんうん、宇宙人がね、うんうん、我々を、ま、管理してる前提の話なんですけど、おお、その上でやっぱり、うんうんうん、何ですか、我々の健康を崩すために、そもそも食事っていうこと自体が、うんうんうん、体には毒なんですね、我々。いや、もうきっとそうに違いないよ。そう、間違いないと思う。で、そんな中、うん、ね、ま、なんか体にいいものをまずく感じたり、うんうんその体に悪いものを美味しく感じたりするっていうのはね、宇宙人の策略なんです、うんうん、その我々がなるべく長生きしないようにですよね、うん、あ、いや絶対そうだと思うよ。うん、なんかそんな教科書とかに書いてあったよ話を一生懸命合わせてくる。え、違うです。これね、あ、なんか船長見たんですよ、昔。あの、インターネット、うん、なんか都市伝説とか好きだった頃に、うん。なんか宇宙人と出会った人のスレがあって、うんうん、うんうんうん。それを読んで結構、ね、納得して、確かにその説は濃厚だなと思って。おぉ。食事は毒っていうね。違いないね。本当に思ってる。思ってるよ。うん。ね。違いないよ。いや、いいっすよ、ルル先生。あの、気使っていただかなくて、いつもみたいにもっと辛辣なことを言ってもいいっすよ。本当に？うん。そんないつもひどいこと言ってないでしょ？いや、結構いつも口悪いですけどね。そんな。